私は比企家の跡取りとして育てられた。長女だからそれが当たり前だと思っていた。そして姉妹の中で一番才能があると認めてもいた。だけどこの1年で私の周りの環境や関係は一変した。次女の結果は私以上の才能を開花させた。三女の大川比企家代々に伝わる無限霊力を使いこなせるようになった。四女の露川宝華さんから聞いたけど比企解放真打ちを私よりも若く、そして早く習得した。今思うと姉妹の中で一番才能がなかったのは私だったのかもしれない。だけど今となってはそれでもいい。私は私なりの答えを出せればいいと思っていたから。そのためにパパから私という可能性を開示してもらって、そこから自分の力でその先の世界を見つけようと努力した。そして私には二つの世界があった。創生と共鳴。私はずっと別々の世界だと思っていた。それは結局私自身が今までの自分という殻に閉じこもったままだったからわからなかった。今の自分、その先の自分の可能性を本当の意味で理解できていなかった。今まで本当の意味で殻を破ってなんかいなかった。それを今こんな形で理解するなんてね。さあ、示し、描いていこう。私の可能性、世界の全てを。幸運支配、親愛なる女神の導き。なんだ、あの姿は、まだ奥の手を隠してたというわけか。なら、圧倒的戦闘技術でお前を潰す。はあ、今間違いなく当たったはずだ。この至近距離だぞ。外すなんてありえない。それも能力かバカな。ありえない。ハーリッジみたいに透明化しているのか。だがそんな気配は。どっちにしろ不可能だ。俺の威圧操作でそれすらの効力も弱める。なのになぜ。もう終わり、なら次は私の番ってことでいいわよね。浸水霊。まずい、この先どのような攻撃が来るかわからない以上回避に徹しなければ。大丈夫、あの赤髪の男ではないんだ。冷静に対策をすれば問題ない。この姿になれば全能力を完全に出し切ることができる。それは私自身が世界そのものだから。つまり、私という世界にある能力は全て私の一部、だから全てが扱えるようになる。それが、浸水霊。あれ、気配が。波動、改変、破壊支配。精神、恩恵、カゴ支配。先に、進めない。行動範囲の制限、危険回避の恩恵、無抵抗のカゴ。一定のエリアに入った者の行動を止める。そしてそこから繰り出される危険を事前に恩恵で潰す。相手の抵抗力を一定範囲内という条件で完全無力化にする。でたらめだ。一体この一瞬で5つの能力を使った。一つは、私という世界に存在する力を使ってるだけ。そう、それが私の本来の力。創生支配の真骨頂。私という創生者が私という新たな世界を作るために私の世界の法則を具現化、実現させる。この領域に入って気づいたけど、私の一定のエリア内なら、戦闘力オーラの無限、一体も滅ばない、思い描いたものがそのまま実現する。子供が思い描くような究極の姿を一定の範囲内なら現実にすることができる。相手が悶絶するほどの破壊光線を。ここまでの圧倒的能力。保険を作っている可能性。忘れたか、カルオス。そうか。こいつがいたからお前は。お前は俺の転移石に応じたのか。残念だったな。あの時に転移石を使わなければ逃げることができたのにな。だがもうお前に逃げ道はない。チェックメイトだ。チェックメイト。だと。最初からお前の結末は決まっていた。俺は観測者だからな。せいぜい最後にあがいて虚しく散るんだな。そうか。これはあの夜の続きだというのか。ならこの悪夢、すべて終わらせる。なげりゆく様、私に大いなる自然の恩恵を。最初から壊せばよかったんだ。カゴごと吹き飛ばすほどの破壊力を。とうとう最終手段を使ってきたわね。吸収、今日は、真実支配。で、確かの名称はいらないんだって、さっきはびっくりしたわ。そっか、理由なんだ。なら、私の全てをイメージした究極の一撃を作り出すことも。思い描け。私の出せる究極の創生を。朽ちろ、果てろ、消えうせろ。
ナベリウス様のスーパーノヴァにも匹敵するであろう破壊の洗礼を。これが自然の究極の形だ。さあ、もう少しで大爆発が起きるぞ。この島、それどころか星そのものが壊滅するほどの規模だ。もっと凝視しないと、私の作る究極の形を。能力には能力を。お前の責任だ。お前が抵抗しなければ死ぬのは精霊だけだった。だがお前が来たから人も大勢死ぬ。いける。お前の半端な強さが世界を壊したんだ。さあ、爆発するぞ。そのまま無力な仮にでも祈ってろ。自然支配、スーパーノヴァ。私という世界を解き放て。きっと跡形もないでしょうね。で、今ある物質、現象を全て上塗りして私の想像を上乗せする技。いわば強制的に自分の物質に変える私の究極の技。結果から聞いた、ゼロ。その正反対の性質を持つのが、姉ながらの対抗心かしらね。でもこれが私の世界、道しるべなんだ。これが精霊島の籠を守っている宝石と、それを維持する魔法陣ね。でもすごいわね、私の霊ですら上塗りできなかったなんて。きっとすごい籠がついているんでしょうね。早く戻そう、精霊たちを救わないと。これでみんな助かる。異変は解決だね。これで解決だね。全部の傷が治るわけじゃないけど、これで少しは平和に向かってくれたらいいな。ありがとう、精霊王様。感謝の気持ちを込めて精霊王様の才能を開花させましょう。何か声が聞こえた。うわぁ。精霊王様の今後の活躍に幸あれ。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。